発する宅配便は2007年4月20日から2008年3月21日までチューリップテレビで放送されていた情報番組である。放送時間は毎週金曜14時55分から15時30分。番組自体を宅配便会社に例えていた情報番組でレギュラーメンバー全員が宅配便会社の社長と従業員という設定で出演していた。 番組タイトルの由来は、まず、ハッスルが前向きな元気の良さをイメージさせることと、ハッスルとの語呂合わせにもなることから選ばれた。そして、その元気の良い情報を視聴者の下へ届けるという意味から、宅配便が付け加えられたという。2007年10月13日から2日間にわたって、富山市、グランドプラザで開催された、チューリップテレビ感謝祭では、この番組の公開生、 放送1時間スペシャル、発する宅配便、街中スペシャルも合わせて行われた。この番組の終了後、チューリップテレビの情報番組枠は、金曜9時55分枠へと移り、ここで次の情報番組、プレナビ、がスタートした。金曜14時55分枠はその後しばらく、再放送枠と化していたが、2009年4月に、プレナビ、 が移動してきたことによって、情報番組枠へと復帰した。発するハンター視聴者が、賞金1万円を引き当てるゲームに挑戦するコーナーで、賞金は、さきちゃん B0X と、サイタロくんボックスのいずれかに入っていた。もし視聴者がハズれを引いて1万円が出なかった場合には、賞金は、キャリーオーバーとなり、翌週の賞金は2万円となった。 応募は携帯電話やパソコンからのほか、ワンセグ用のデータ放送からも可能だった。歩みの出前勝負。日比が富山県内各地へ赴き、現地からの生中継を行っていたコーナー。スタジオでは、牧内たちが3つのお題が書かれたルーレットを回して、矢を打ち、矢が当たった箇所のお題で日比が対決をした。日比が勝つともらえる視聴者プレゼントの数が増え、負けると、 数が減るというルールで行われていた。中でも、わさびが大量に入った寿司を混ぜて出される、わさび対決が一番辛かったという。幸せ宅配便大森が旬のグルメ情報や旅情報などを伝えていたコーナー。チャリンコ宅配便大森が自転車に乗って富山県内各地を旅していたコーナー。シネマボックス上映中の注目映画をピックアップし、 視聴者が気になる場面を伝えていたコーナー。情報イある週末のイベント情報を伝えていたコーナー。ありがとうございます。